段ボールベッドと段ボール間仕切りの組み立て方法についてご覧いただきます。各地域防災拠点の備蓄庫に段ボールベッドと段ボール間仕切りが各6基配置されています。左側が段ボールベッドの収納箱、右側が段ボール間仕切りになります。組み立て方法は段ボールベッドの収納箱に記載されていますので、実際に組み立てる際はご確認いただきながら組み立てをお願いします。段ボールベッドの収納箱の中には、段ボール箱と補強材段ボールが各9枚、天板用の段ボールが2枚収納されています。それでは、段ボールベッドの組み立て方法の動画をご覧いただきます。はじめに、段ボール箱の底面を組み立てます。組み立てが完了したら、頂点を上に向けて地面に置き、補強材段ボールを段ボールの中に入れ込みます。その際、補強材の段ボールはアルファベットの Z の形になるように折ってから中に入れ込みます。補強材段ボールを入れ込みましたら、段ボール箱の頂点を組み立てます。これで段ボール箱の組み立てが完了しました。段ボール箱は合計9個ありますので、すべて同じ要領で組み立てます。組み立てた段ボール9箱は、横に3個、縦に3個ずつ並べます。並べ終わりましたら、天板を2枚重ねて、段ボール箱の上に置くと、段ボールベッドの組み立ては完了です。最後に、段ボール間仕切りの設置要領をご覧ください。段ボール間仕切りは長さがありますので、長い部分は折った状態で設置するようにしてください。これで段ボールベッドと段ボール間仕切りが完成しました。以上で段ボールベッドと段ボール間仕切りの組み立て要領の説明を終わります。